武井テレコ天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、後輩が主催するライブ、それもネタのライブではなく企画もんで、ちょっとゲストで呼んでいただきまして、それに出演してきたんですけど、まあどういう企画かと言いますと、それぞれが企画を持ち込んでそれをやるという、まあそれで行ったんですけどね、まあ若手何組かと一緒にやらせていただいたんですけど、楽しかった。なんなんやろな、ああいう若手とこう平場っていう、まあまあネタ以外やったらこうみんなでこうね、舞台の上でこういろいろこう掛け合いをやるっていうのが、特にこのコロナ禍で、それをちょっと避けてた部分があったし、久しぶりにこう若手たちとわーっと絡むのはね、楽しかった。そんでまあそれぞれ企画を持ってきて、例えばどういうのか言うたら、なんか、コミック雑誌ね、漫画の本をなんか3冊ぐらいで、その大喜利のお題を、出すから、それに対して答えるのをページで止まれっていうページが空いたところ、その中の書いてる、文字でセリフで答えろみたいな企画であったりとか、他ね、まあいろんな、ほんで俺もね、まあちょっとこう、どんな企画やろうかなみたいなんでね、まあまあ即席でコンビ組んで、ほんでお客さんからお題もろてやる即席漫才みたいな、どやみたいな僕持って行ったんですけどね、それでね、やってきました。見てください、どうぞ。私が万尿がおしっこより多い竹井です。考えてない人の方ですか。新しい。すごいですね。いろいろこう考えて、まあ、ちょっと考えやつをみんなで本気でとつくとか。いやいやいや、笑えないです、笑えないです。こいつは方法ですけど、喋らない、絶対喋らない。いやね、まあまあ、僕もともと漫才師なんですよ。はいはいはい。ほんで、なんかお題をもらって、即席で2分ぐらいで漫才やるっていう。あー、すごい。一応どうします？精神コンビいますよ。だから、まあ、俺が企画出してるから、まあ、はい、俺と誰かで、あー、いやー、お客さんが、俺とどこみたいに、こいつとやってみたいな。なるほど。いいっすね。それどう、どう、どう、いや、いいですけど、なかなかきつい企画ですけど。俺、これはね、一回も成功したことない。何でそれができたんですか。でもね、この緊張感って、確かに。いや、でもそうですね。すごく、ほんで俺、漫才大好きやから。なるほど。居酒屋。居酒屋ね。で、センター前。居酒屋とセンターマイク、すいません、誰が2個言えん。言って、代表で言ってくれたんですか。まだまだ手上げてるんですよ。1分で漫才するんですよね。それ2分ぐらい、まだ1分でもええかもしれない。居酒屋とセンターマイクね。おい、どういうこと。すごいよ。はい、どうもよろしくお願いします。どうも、こんにちは、よろしくお願いします。いや、俺ね、センターマイクあったらこっちがね、立ち位置あかん。それありますからね、そういう。よろしくお願いします。そうなんですよ、立ち位置とかあったりするんですよね。まあですね、やっぱりその言っても、ご時世があれですけど、一年居酒屋とか行けるようになりましたけど。行けるようになりました、なんと。居酒屋とか行けるようになりましたけど、どんなあれですか、これだから、まあ今までとはまた違いますけど、ね、やっぱり、ね、居酒屋ってどんな飲み会したりとかあるんですか。飲み会、はい、飲み会そうですか、やっぱりね、飲み会でもやっぱりこういうご時世やからね、はいはいはい、やっぱりこういうマスクしたりしてない。まあまあそうですね、マスクしなきゃいけない。そんなちょっと飲み会やってみようか。はいはい、はい、マスクしたままの飲み会。いいですね。いらっしゃい。はい、店員さん。ああ、予約したやつ。予約したけど。俺店員だったらまだ。ねえ、よ。かけのこないよ。ごめんなさい。俺、店員やってんのかい。マジでコントだと思ったの。店員やって、何やってんすか。何が。なんで店員。あ、どうもありがとうございます。見てみ、一回も成功したこと。これ攻撃じゃないでしょ、漫才は攻撃じゃないでしょ。もうさ、もう冷や汗がすごいんだけど。意外とね、このやり方でやったら、意外と漫才でも違う形の面白くなんない。そうですね。働くのは反響できたりするから。じゃあ、2人をやってもらって、ちょっといいですか、1個、はい、いいですか、3つキーワードをうまく1分以内に言うだったら。ああ、確かに、確かに。どれだけ
かにしましょうか。3つキーワード、はい、で俺らが失敗したんで居酒屋センターマイクえぐいって言うでそれ直しやねん。もう失敗したやつもうまた新たに来るの大変ですもんね。じゃあいいですか、水谷何でもいいです、今思いついたパッと思いついたらください。路面電車、路面電車遅いね。スターバックス、あ、いいですね、全然関係ないのがいいですね。もう一個何にしましょうか。スターバックス何でもいいです。じゃあ、大塚へ。大塚へ。路面電車、スターバックス、大塚へ。これは1分以内にうまく言えればいいんですけど。いろいろいじんなきゃいけないんだけど、なんでこれずっと。あ、これ違う。これでもこんなんですね。さあ、じゃあ行ってもらいましょう。1分測れる。初めまして。普段。あ、そうなんです。あ、そうかそうか。普段は、すごいです。あ、じゃあ僕もツッコミだから。ほなもうツッコミ合いましょう、それはね。そうですね。あ、2人でツッコミ合うっていうのは新しい漫才かもしれないですね。よーい。よーい、スタート。あ、そうだ、いろんなごちゃごちゃが。なんで出たいかやないか。大先輩。出たいかやないか。チャリンコチケとかちょっと入ってない。すいません、世代がね。ワンピースでいいですか。あ、ワンピース。ワンピース。お題も大事だもんね。そうですね。さあ。はい、じゃあ、ドラえもんが絶対に言わない一言。おお、あ、でも選びやすそう。はい、じゃあそれでは、ページめくってください。お願いします。漫画同士だからね。ストップ。ドラえもんが絶対に言わない一言とは何。ちょっと字がちっちゃくて難しい。そういう笑いじゃない。冷房はたかし、冷房はたかし、冷房はたかし、どういうこと？なんだそんな、はい、原宿で流行ってるやん。ああ、これ一番最初にこれがピンときた。なんでこの二人ずっと喋ってるの？なんだ二人は。はい、絶対一緒やと思う。じゃあせーので行くぞ。絶対一緒じゃないか。じゃあせーので、せーの、フワちゃん。なんでなんでなんで、フワちゃんじゃん。そんなわけないでしょ。さあ、竹井さん嫌いな理由を。まあ、なんとなくでも。どうも、竹井照子です。いや、この前ね、電車乗って。漫才やるよ。漫才やるよ。5秒ぐらいでお願いします。こんな小ボケが若手に嫌われるんですよ。そんなのない。しつこいよ、あれ。俺ね、その色のやつ、描きにくい。うん？描きにくい。描きにくい。絵にしづらい。いやー。あ、でも、わかった。わかった。絶対一緒やと思う。じゃあせーの行くぞ。絶対一緒じゃないか。じゃあせーので、せーの、フワちゃん。なんでなんでなんで、ちゃん、フワちゃん、フワちゃんじゃん。そんなわけないでしょ。全部いいこと言ってくれ。あー、いるよ、やったやな。一緒よ、一緒シリーズ。あー、フワちゃん。おい、え、なんかキャインさん、こんな居酒屋の飲み会よろしいな。いや、鈴木さんかい。もういいよ。どうもありがとうございました。長かったね。はい、ということでね、やっぱりね、楽しいね。俺やっぱりもう誰かとこうなんか喋ったりするのが、なんかね、生き生きするわというかね、みんなは若手の子たちがね、いろいろいじってくれて、まあ、向こうもね、そら、何十年も先輩に、まあ、突っ込んだりするのもね、なかなかやりにくかっただろうけど、みんなね、達者の子ばっかりで、すごい楽しかったですね。やっぱりね、なんなんやろ、まあ、俺なんかがこう持ってくる企画っていうのは、やっぱ芸歴も違うし、年齢も違うし、なんかこう持ってきたもんで、周りがこう楽しくなってくれたらええやんっていう、なんか自分だけがこう成立するみたいな企画っていうのは違うなと思ったんで、それでまあ持っていったんですけど、みんながね、楽しく遊んでくれたような感じがしましたけどね。ほんでまあ、他の子なんかね、いろいろ企画持ってきて、来たりして、みんなもやっぱりね、楽しい企画をいろいろ考えてね、やってきてますね。なんだやろ、漫才好きなんやな、俺は。なんか誰かとこうっていうのは、やっぱりね、自分の中で一番本当にね、楽しい。ねえ、まあ、そうやけどね、まあ、ピンで頑張っていこうかなと思ってるわけなんですが、まあ、でもやっぱりね、平場というのは、
すごく今みんなライブとかやってる時にあそこでこう力をね、みんなでこう出し合ってみたいなのを、それはなぜかというとやっぱりこうテレビとかに行った時にひな壇とかでとかそれか誰かとこう MC の人と絡んだ時にバンと振られたらそこでバンと返すみたいな、ね、そういうやつが需要があるからみんなやっぱりライブでねああいうところでこう、うん、みんな練習してるんですよ。ただそれがこういうコロナ禍でああいうところでもまあ見てもらったようにあのマスクをねしてやらないかんっていうところもちょっと難なんですよ。かといってね、なんぼ、だいぶね、コロナがよ、ね、低くなってきたとか、そういうふうな部分でも、ちょっとマスク取るわけにはいかないっていうところが、なかなかね、難しいところでございましたが、まあまあ、楽しくやりました。また、こういう企画のところに呼んでいただいたら、喜んでいきたいと思いますんで、ほんでまた、見てるね、他のライブをやってる子とか、よかったら呼んでや、何でもやるんで、よろしく。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。